コンバース軍はアメリカ合衆国のワイオミング州にある軍。人口は13,833人で、軍庁所在地はダグラスである。コンバース軍は1888年に設置された。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍の総面積は11,047平方キロメートルである。このうち一万千二十平方キロメートルが、 陸地27平方キロメートルが水域である。総面積の0.24%が水域となっている。コンバース軍の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査で、この軍は12,052人、4,694世帯及び3,407家族が暮らしている。人口密度は1平方キロメートルで、1。 平方キロメートルの平均的な密度に5669件の住居が立っている。この軍の人種的構成は、白人94.72%、アフリカン・アメリカン0.15%、先住民0.91%、アジア系0.27%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種2.46%、及び、 根結1.47%で、人口の5.48%がヒスパニック、またはラテン系である。人口のうち26.6%が、ドイツ系、13.5%が、アメリカ系、12.2%が、イングランド系、11.1%が、アイルランド系移民の子孫である。4694世帯のうち、 36.50%は18歳未満の子供と暮らしており、60.60% 60は夫婦で生活している。8.40%は未婚の女性が世帯主であり、27.40%は家族以外の住人と同居している。23.40%は独身の居住者が住んでおり、9.00%は65歳以上で独居である。 253世帯は未婚の恋人と同棲していて、そのうち228世帯は異性愛者、12世帯は男性の同性愛者、13世帯は女性の同性愛者同士で住んでいる。1世帯あたりの平均人数は2.55人であり、家庭の場合は3.01人である。軍内の住民はーセントが十八歳未満の未成年。 18歳以上24歳以下が7.00%、25歳以上44歳以下が28.10%、45歳以上64歳以下が25.40%、および65歳以上が11.00%にわたっている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は9 9 4 0に似て、18歳以上の 女性100人ごとに対して男性は96.40人いる。この軍の世帯ごとの平均的な収入は39,603米ドルであり、家族ごとでは45,905米ドルである。男性の36,443米ドルに対して女性は19,032米ドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は18,744米ドルである。人口の11.60%及び、家族の9.20%は貧困線以下である。18歳未満の15.70%及び65歳以上の9.70%は、貧困線以下の生活を送っている。都市庁国勢調査指定地域その他、ワイオミング州。 コンバース軍の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年8月21日閲覧。アメリカ合衆国国政調査局。2008年11月8日閲覧。ありがとうございます。